ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させるアポロオフィシャルポッドキャスト超ブログ思考はい、こんにちは、ポロです。今日はですね、共鳴せよというテーマでお話していきたいと思います。海外のですね、ウェブマーケティングの世界の情報発信を聞いているとリゾネイトっていうね、RE SONATE ですね。リゾネイトっていう、まあ、単語が、まあ頻繁にというかね、ちょいちょい耳にすることがあるんですよね。で、僕このリゾネイトっていう単語を知らなかったんですけど、まああまりにも頻繁に言葉が出てくるんで、どういう意味なんだろうと思って調べてみると、共鳴するっていう意味だったんですよね。だからまあ顧客と共鳴しましょうみたいなことを、まあ、彼らは言っているわけですけど、この共鳴という言葉をですね、 まあ日本のこのウェブマーケティングの世界で言ってる人ってあんまり見たことがないんですよ。おそらくあなたもめ,めったにね、そういったことを耳にしたことないと思うんですけど、やっぱり、ね、この共鳴するっていうことがすごく大事で、一般的に言われているのは共感しましょうみたいなね、えー、ものはたくさんのこと人がね、言っているわけですけど、この共鳴するってね、そこまで考えている人とか言ってる人っていうのは、まあ、ほとんどいないんじゃないかなと思うんですよね。 で、共感と共鳴って何が違うのかってことですけど、まああくまでも僕なりのね、定義ですけど、まあ共感っていうのはね、表面的に分かり合うみたいなものですよね。で、共鳴っていうのはもう本当に根本というかね、奥深く、まあ、魂レベルで響き合っているような状態なわけです。で、この共鳴するような人をですね、集めていくっていうのが、まあ人生においてもビジネスにおいてもすごく重要になってくるわけですね。そういう人たちをたくさん集めれば、 まあ幸せになれますし、ビジネスもうまくいくわけですよ。共鳴し合う存在っていうのは、基本的に離れないわけですね。もう心の奥底でつながっているわけだから。だから、そういうなんかこう、例えば、他社の商品がね、安いとか、こっちの商品のがいいとかね。そういうことで選ばれるんじゃなくて、もうお互いに、もうつながり合ってるから、この人を選ぶみたいな状態が作れるわけです。まあ、 今、コミュニティがね、大事だなんていうふうに言われてますけど、まあ、コミュニティも結局のところは、共鳴し合う存在の、まあ、集合体みたいな感じですよね。同じ、まあ、志を持った人とかね、そういう人たちが、まあ、そういう、まあ、有料無料問わずですね、まあ、集まった集団のことをコミュニティというふうにね、まあ、定義しているので、まあ、このコミュニティを作ると、ね、要するに共鳴し合う存在を集めるということになるわけですね。 で、この共鳴する存在を集めるためにはですね、まあ当たり前ですけど自分が発信していかないといけないわけですね。まあラジオと一緒ですよ。共鳴するってことは要するに周波数が合うってことだから、自分が電波を発しないと相手も電波を受信しできないわけですねで。周波数が一緒の人っていうのはお互いに共鳴し合うわけですよで。周波数が違えば共鳴できないというふうになっていくので、まずは自分がそういう何かの発信をしてね。で、それに、あ、自分も分かりますとかね。 いそうですすっってて人が集まってくるわけですよでその集まってくる人の中には、まあ、共感レベルの人もいれば共鳴レベルの人もいるということですね。でも何も発信をしなければそういったことは起こらないわけです。でこの情報発信っていう世界において、まあ、ノウハウを発信するとかねなんかそういうことをしている人はいっぱいいると思うんですけどこの共鳴とかっていうあるいは共感も含めですけどっていうところまで意識して発信している人っていうのは少ないんじゃないかなと思うんですね。 単純に役に立つ情報を発信してれば、まあいいんだっていうふうにね、考えてしまいがちですけど、そうすると、共鳴が起こらないわけですよ。その人が何を考えてるのかとか、そういったことは一切わからないわけだから。だから自分の価値観とか信念とか、まあポリシーとかも含め、そういったものをですね、発信していく必要があるわけですね。僕なんかは、まあ人と違うことをね、やることは悪いことじゃないと、むしろ素晴らしいことだっていうのを常々言ってるわけですね。他人の真似をするなと。 いうのを言ってるわけですけど、それってやっぱ受け入れられる人と受け入れられない人がいると思うんですね。何言ってんのこの人って思う人もいると思うわけです。でもそれは全然いいわけですね。お互いに分かり合えない存在だから、別にそういう人が離れていっても痛くないわけですよ、こっちとしては。だから最終的に自分がどういう状態が幸せなのかっていうと、まあ同じ価値観を持った人とかね、そういう人たちに囲まれて生きていくっていうのが一番幸せなわけですけど、それを発信しないといろんな人が集まってきちゃうわけですよ。 例えばお金を稼ぐっていうものを自分がね、ビジネスを教えるっていう商品を持っているときに価値観を発信しないと何が起こるかっていうと、いろんな価値観を持った人が集まってくるんですね。世の中に貢献したいっていう人もいれば、単純に自分さえも儲かればいいみたいな人も来るわけですよ。でもそんな中で、そういうね、楽して稼ぎたいとか、ね、あるいは他人を騙してでもね、自分さえも儲かればいいみたいな、そんな人はいらないって、ね、普段から発信してたらそういう人は寄ってこないんですよね。 で、それってやっぱ抵抗ある人多いと思うんですよ。そんなこう、ね、ストレートに言っちゃったら嫌われるんじゃないのとかってね、思われる人が多いと思うんで。だから結局そこで顔色を伺って、まあ誰にでもですね、いい顔をしてしまう。そうすると、いわゆるその絞り込みというものができないわけですよね。でも、その魂レベルの共鳴っていうのはね、やっぱ魂が本質的に持ってるものなんで、それってもう変えようがないわけですよ。いい悪いの問題じゃなくて、 なんから響かない人には何を言っても響かないんですよね。もうそもそもの根本、周波数が違うわけだから、そこっていうのは。だそこはお互いに分かり合えない存在なんで、そういう人を無理にこう振り向かせようとするんじゃなくて、自分が発信して、それに対して共鳴してくれる人だけをですね、集めるという形にしていくことは大事になるわけですね。特にこれからの時代っていうのはそういうような風にやっていかないと、特に我々みたいなスモールビジネスをやっている人っていうのはね、厳しくなっていくわけです。 みんな絞り込みが大事だ、絞り込みが大事だっていうんですけど、絞り込みの定義がですね、まあ、いわゆるそのセグメントに分けるみたいなものを絞り込みだっていうふうに捉えている人が多いと思うんですで。それも決して間違いではないんですけど、要するに例えば、じゃあ40代男性とかね、みたいな感じでこうセグメントを分けるわけじゃないですか。これターゲットですみたいなね。これ絞り込みですっていうんですけど、 絞り込みっていうのはですね、もちろんそうやって限定してセグメント化するっていうのね、絞り込みになるんですけど、みんなそのターゲットを決めるときにですね、誰に対して売るのかは考えるんですけど、誰に対して売らないのかってことは考えないんですね。で、この誰に対して売らないのかっていうのをもうしっかりと明確にしておく必要があるわけです。で、それが絞り込みなわけですね。あなたには絶対売りませんっていうのをしっかりと持っておく。だから僕の場合だったら楽して稼ぎたいとか、 他人を騙してでも自分さえ儲かればいいみたいな。そういう人には絶対売りたくないわけですよ。だそういう人が入ってきちゃうと、自分のそのね、えー、まあ環境というか、他のお客さんとかにも迷惑かかっちゃうし、そういう世界観がおかしくなってしまったりとかね、するわけなんで、いらないわけです。でもやっぱりそのビジネスっていうところが絡んできて、お金がね、えー、介入してくると、もう誰でもいいから来てほしいみたいな感じのことになってしまうわけですよね。でもそれって本当の幸せなのかっていうふうに考えると、 そうじゃないと思うんですよ。後々自分が苦労したりとかね、嫌な思いしたりとかっていう風になるんだったら、最初からそんな人いらないっていう風、ね、に考えるのも大事かなと。だからこういう例えば、ポッドキャストもそうですし、YouTube もそうだし、メールマガなんかもそうなんですけど、普通に自分が思ったことを発信していると、解除が出るんですね。 でもそれって決して悪いことじゃなくて、相手がもうあなたにはついていけませんって言って、その意思表明をして離れていってるだけなんで、おそらくその人は残っていても遅かれ早かれいなくなるし、おそらくまあそのね自分の商品を買ったりとか、その後長く付き合っていくような存在にはならない可能性が高いので、そもそも共鳴する人っていうのは、もう本質的につながってるんでね、何を言ってもそれを離れていくってことにならないわけですよ。だから全然そこは恐れずにどん,どんどんどん発信していくことが大事だと思うんですね。 こう嫌われるのが嫌だっていうふうに思う人もいるかもしれないんですけど、芸能人とか見てもわかると思うんですけど、めちゃくちゃ嫌われてる芸能人とかいるじゃないですか。でも、その一方でその人のことをめっちゃくちゃ好きな人もいっぱいいるわけですよ。嫌われ者ランキング上位に入っている人の芸能人のファンとかもいっぱいいるわけですね。嫌いな人がいっぱいいる。 けど、好きな人が全然いないみたいなことは基本的にはないわけですよ。だから自分のこと好きだって言ってくれる人も当然いるわけなんで。で、どっちに目を向けるかことですね。多くの場合みんなこう自分のこと嫌いな人ばっかり見ちゃうんですけど、そうじゃなくて、そっちはもう見なくて、自分のこと好きだいい、ね、いいねって言ってくれる人、そっちを見ることが大事なんですね。で、さっきの、まあ、切り捨てる、絞り込みって話をしたんですけど、切り捨てることで価値が上がるんですよ。あなたには売りませんっていうふうになると、 価値が上がるわけですよね。世の中の儲かってるビジネスとか、ね、いわゆるそのブランドと言われるような人、ところを見てもですね、お客さんに媚びないじゃないですか。まあ、あなたには売りませんっていうふうになるから、そこは敷居が上がるわけですね。誰でも彼でもウェルカムです、来てくださいっていうところよりも、うちの店はね、こういうお客さんお断りですみたいなところの方が、やっぱりそこのお客さんのね、まあ、質も高くなるし、ロイヤリティも高くなるし、みたいな感じで、だいたいそういう店の方がうまくいきやすいですね。 そうじゃなくても誰でもいいからとにかくお客さんに媚びて買ってください、買ってくださいみたいなことをやっているところていうのは結構き,きつかったりとか、ね、するわけです。大手のようにまあ数を追い求めるようなビジネスであれば、そういうまあ誰でも彼でも売るっていうのは、ね、大事かもしれないんですけど、我々のような、ねまあ、小さな規模でやっているビジネスっていうのは必ずしもそういうふうにする必要はないと思うんで、まあ、これからは本当にこの共鳴し合える存在を、ね、1人でも多く増やしていくってことは大事だと思います。そのためにはやっぱ自分の価値観とか信念とか、ね、ポリシーとか。 まあ思っているようなこと。どんどん発信していくっていうふうにしないと、まあ相手が共鳴できなくなっちゃうので、とにかく発信をし続けていく。嫌われることとか、そういったことを一切考えずに、思ったことをどんどん発信していくわけですね。とにかくブレないということです、ね。途中でみんなやっぱ周りの目を気にしてブレてしまうわけですけど、そこでブレると、本来共鳴し合える存在が離れていってしまうということなので、まあそれだけはね、しっかりと意識してみてください。